下り線、原林間別府湾サービスエリアは、大分県別府市大和内別府の東、九州自動車道のサービスエリア。スマートインターチェンジ及びバス停留所を併設している。東九州自動車道の単独区間では、唯一のサービスエリアとなっている。施設は駐車場、ガソリンスタンドを除き、上下線から、相互利用が可能である。別府湾を望む、 眺望の良い場所に位置しており、日本夜景遺産に選定されている。最寄りに、立命館アジア太平洋大学がある。2008年に、湯布院温泉の宿である、山荘無料等の経営者のプロデュースのした、施設の全面リニューアルを段階的に行い、同年10月25日に、立地を生かした従来にはない新しい形のサービスエリアとして、グランドオープンした。 開業当時の所属路線名は大分自動車道であったが2018年8月5日より東九州自動車道に変更された。これにより東九州自動車道として単独営業が行われている路線では唯一のサービスエリアということになった。開設時はコンビニエンスストアの山崎ショップがあったが閉店。2008年9月12日より下り線限定で スマートインターチェンジの社会実験が行われ、2009年4月1日から、ベップワンスマートインターチェンジの本格運用が始まった。2014年7月25日に、に方向化事業が採択され、上り線の出入り口は2018年8月5日に、共用開始。また、同時に、下り線の利用可能時間帯が24時間に、拡大された。ベップワンバスストップは、 ベップワンサービスエリアに併設されたバス停留所である。バス事業者間では高速ベップワン APU という名称が使われており、一般的にはこの通称名で呼ばれている。APU は立命館アジア太平洋大学の英略省。2002年6月1日に設置された。二路線が停車するが、いずれもベップ市内、大分市内方面との乗降は不可。 ベップワンスマートインターチェンジに関するカテゴリー、ありがとうございます。